こんにちは。今回は久しぶりにクラクラやっていくんですけど、このゲームって課金ゲーですかね。なんか自分のデッキとかこう見直してると、こうバトルとかやっていくとやっぱカンストしてないと勝てへんわこれ。明らかにこれ多分レベルの差があって、これ腕の上手い下手は多分レベルによってこう判断基準が分かれるのかなと、やってみた感想で、最近思ってきました。で、まあ、ちょっと今からデッキ、最強のデッキを紹介するんですけど、まあ、私がこのクラロワをやってもう2ヶ月ぐらいなんのかな、1ヶ月か2ヶ月経ってどれほど強くなったかっていうのはもうこのデッキを見れば一目瞭然。多分驚きのあまり、汁がこぼれるやろ。わっわっわっ、まあ、ちょっと見てもらおうか、こんな感じ。まずこれ、もうすぐジャイアントがレベル8になります。はい。でちょっと最近は課金してないからちょっと育成が滞ってしまってるんですけど、まあそうやな、もうデッキがもう最強やから、特にこの、バルーンがレベル5なんでほぼ破壊されない、出せば勝ち。で最近こいつもレベル5になりました。スーパーレアが全部レベル4以上、なおかつウルトラレアがレベル2、なおかつ、このガーゴイル、ノーマルなんですけど、レベル8。まあ、一時期、これいらんな。一時期、このネクロマンサーのレベル4で使ってたんですけど、まあ、今この感じの、こんな感じのデッキに落ち着いてます。やっぱこれ強いんで、で、まあこんな感じで、まあカードも豊富にあるしな。まあこれも一時期なんかイベントあったから集めたけど、弱すぎ、わろた。で、まあつい最近これも当たったし、まあいろいろ、ほんと強いので、まあ、強い弱いはちょっと見てもらった方がいいか。今アリーナがレベル、じゃあアリーナ8なんで、まあ相当、頑張ってるんじゃないかなと個人的には思うんですけど、で、まずここなんですが、最大の12までこう耐えていく。で、まずゴブリンバレルを打って相手にこう衝撃を与えていく。なおかつ弓矢で追い打ちをかけていく、これ。多分出てくるんで、ほらほらこれ。あ？これでちょっと今ダメージいったじゃないですか。で、相手は1体、マリオの上位互換しか出せないんで、まあ、こうなった時に、こいつプラスこいつを出すことによって、盤面をこう防ぐことができるんで、で、さらに置いていく。で、一気に盤面を取り返して、もうこんな感じ。で、まあ、あいつはまあ破壊されてもしまっていいんで、で、これまた追い打ちをかけて、ゴブリンバレルで突撃や。で、ただちょっとゴーレムとバルーンがちょっと使えないんで、ここちょっとバルーンを下に置く、もしくは、ゴーレムをここ置いてみるか。でも弱いか。あいつが出てきたんで、とりあえずゴーレム置いて、こいつで守らないといけないっていうのはあるんですが、次のターン多分、骸骨が出てくるんで、こいつプラス、スケルトンさえ置けばなんとかなるわ。こいつスケルトンに弱いんで、うわっうわっ、まあ、相手は、スーパーマリオの上位交換出してきてるけど、全然大丈夫やわ。しかもこっちは、さらにベビードラゴンを攻めていく。ちょっとなんか動きがややこしくなってきたな。ただ敵数がなんかちょっと増えてきたような気もするけど、まあ気のせいやろ。ちょっと厳しいか。とりあえずここはこいつ置いといて、あれなんかちょっと押してたのになんか押されてきてるな。どういうことや。とりあえずゴブリンバレルでちょっと攻撃しとくか。まずいな、これ。これまずいわ。これ負けるパターンやわ。で、このゲーム、リタイアするボタンっていうのがないんで、もう攻めていくしかないな、これ。どん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 置いていこう。どんどん置いていくしかないと思うわ。だけど置いたもん勝ちっていうのがあるんで、たまになんかこう、フォロワーだけでこう押していって、なんか押し勝ちみたいな、よくあるんで、ほら、こういったほら、ほら、白物が破壊されそうやろ、これ。やっぱこういったは強いんすわ、これな。で、右の建物をこれで破壊できて、で、次右攻めていこう、左か。左攻めていって、でもこいつらはスケルトン部隊で守っていけばなんとかなるから、ちょっと厳しいな。あんにゃー。とりあえず闇、オッケーオッケー。いや、まずいな、これ。ちょっと敵数が多いわ、これ。ゴブリンバレルで、やばいやばい。バレンはやばいな。ちょっと今のは、
多分レベルの差からなんか喜んどるけど、レベルがただ上だっただけなんで、まあ今のあんま気にしてない方がいい。1回の負けはそんな気にするほどじゃないんで、気を取り直してもう一戦やっていくか。まあ置いて、なんか直感でやっていこうがいいかな。なんか何も考えずに置きたいものを置いていく、それが多分一番強いと思うんで。なんかあれペッカやろ、ミニペッカやろ、なんかでかいペッカもたまにおるんですけど、あーつこれレベル9とかチートだろうこれ。あ、置いちゃった。あーこいつ取っちゃって、あいつ、あ、分身してる。あ、ふ、お、お、やばいやばい、なんか分身しとるぞ。あ、これ負けやな、負けやわ。あー、ただ左をちょっと除去ってるので、なんか怒っとんぞ。左除去っとるから左から攻めていくか。これ右はちょっと硬そうなん で、マリオの上位互換ほっといて、とりあえずこのファイヤー炎熱で倒していくか。やっぱレベル2やからがっつり削れるな。もうこれ右とか無視で、もうひたすら攻めていくパターンに変えるか。これまあ、とりあえずバルーン置きます。もうあの左におるでかい爆弾持ってるやつは完全無視でいいわ。ああ、もう中心狙っていたわ、勝ちやからなこのゲーム。ああ、無視無視、左とか無視、全部無視していこう。ああ、OK、OK、もうだいぶいってるやろ、もうあなたはもう瀕死状態やん、こう置いていこう。で、まあ、バルーン置けば勝ちなんで、もう相手もうこう無理やろ。まあ、骸骨、あ、よしよし、あと体力が257、やっぱこうゴリ押しって言った方がこのゲームいいような気がするわ。相手するだけ無駄なんで、今はこの、あ、よしよし、まあ、これが実力かな。やっぱりこう自分の陣地っていうのを完全に無視した状態で、相手のこう陣地を攻めていくっていうパターンがやっぱ強いような気がするわ。で、まあ、レベルはこっちも高いんで、もう何も考えずにこんな感じでもどんどん置いていくのが多分強いと思うので、守っていって、まあいつ出してくるが、まあちょっとでもダメージ当たるような上出来やから、あ、オッケーオッケー、半分いったら上出来、あ、上出来上出来、ワンチャン倒せそうな勢いはあるけどな。で、こいつにはこいつが有利やから、しっかり守っておきながら、ただスーパーマリオの上位互換がちょっとめんどくせえな。ただこれはもう、あ、よしよしよし、しっかり守りつつ右の陣地も破壊できてるから、あ、これはだいぶ強いな。で、これ左置いといて、こいつ何や。あ、ウルトラレアが出てきたな。ウルトラレアは結構きついんだよな。だいぶこいつで守っとくか。まずいまずいまずい、あれだ、あー、えらい食らってるな。あの炎熱っていう攻撃は、時間が経つにつれダメージ量が増加していくっていう効果なんで、非常に小賢しいよな。あのなんか落雷みたいな強な最近思うけど、まあここはそうやな、こいつ置いといて、ちょっと厳しくなってきたな。あ、爆弾、あ、強い、700も食らったぞ。ただここはもう押していくのみなんで、なんとか破壊1個でもできればだいぶ有利になるんですが、あ、よしよしよし、オッケーオッケー。でも5人全員バイド置いといて、でもこれなんかこう来てるじゃないですか、もう完全無視で。ああ、もう相手こう攻撃してきてるけど、もう完全無視でいくわ。まあゴーレも置いて、ただあの炎熱攻撃のやつはちょっと厳しいな、これまずいわ。あ、やばいやばい、負ける、あー、詰んだ。なるほどなるほど、なんかちょっとアリーナ8になってから、勝率が悪くなったような気がするわ。自分の腕にはすごい自信があるんですけど、なんやろな、なんか難しいわ。で、ちょっとパーティー変えた方がいいよっていうコメントがあれば、コメントしてもらえばいいんやけど、ここら辺もレベル7なんで、こいつも採用していいかなと思うけど、こいつも強いしな。まあ、ちょっともう一回ゆっくりこう流してみるか。まあ、すごいこのゲーム課金してますよ、結構。まあ、見てもらう、上級者というか、やり込んでる人からしたら結構課金してるっていうのは伺えると思うんですけど、なかなか勝てないっすわ。ただ、まあ、そうやな、もうちょっと課金ゲーなんで、多分このゲーム。カンストすれば、アリーナ8とか余裕やわ。で、アリーナ9も10も全部課金でなんとかなるゲームやと思ってるから、まあ、この辺までは余裕かな。
まあ、展開、まあ、神外見への挑戦ぐらいまでは、目指せる実力はあるので、まあ、頑張っていきたいかな。リクエストでゴーレム、このジャイアント最近やってないんで、まあ、やっぱカンストマするのは重要だと思ってるんで、まあ、ちょっと皆さんデッキこう変えた方がいいよっていう部分あったら教えてもらいたいんですけど、多分今現環境最強この、デッキだと思うんで、やっぱスーパーリアス4枚揃って、でウルトラリアも1枚あるんで相当強いのかなと思います。